まいさん、お疲れ様です。ルンさん、今日おしゃれだね。あ、本当ですか、ありがとうございます、うん、私ずっと家にいた、今日。あ、家にいたんですか、うん、いやー、本当ここに住み始めて、うんうんうん、1日過ぎだったじゃないですか、うんうん、まあ、なんかまだ落ち着かないよね。落ち着かないですね、うん、まあ、顔合わせしたじゃないですか。うん、まいさん、うん、あ、ごめんね、汚いよね、スリッパ脱ぐよ。あんまいいんですけど、うん、気になる男性とかいました？あ、私はルニールさんです。割とマジで一目惚れ。グンさんは？私は、うん、でもまあ最初だとやっぱ分かんないんですけど、うん、しんちゃん、あの畠山慎吾さん、あの俳優の方ですよね。そうです、そうです、そうです。あ、あのなんか結構明るい人が好きなんで、うんうん、気さくじゃないですか、うん、それで、うん、うん、いや、あの、まだ分かんないんですけど、デートしちゃいなよ、デート、デート。ルニールさん狙うんですか、じゃあこれから。私は狙おうと思ってます。あー、じゃあもうデートとかすぐ誘う感じで。でも私ね、恥ずかしいのよ。だからね、誘えないかもしれないから。あ、じゃあ私手助けしますよ。あ、なんかいい感じに話とかつなげて、うんうんうん、で、舞さんがあの、うん、そこ行ったらどうみたいなのうまくできたらなって思います。いくら欲しいの？いや、お金とか大丈夫です。なんだ、でも払わないと。大丈夫ですよ。それはってでも確実に価値のあることだから、その、その行動には。確実に価値がある。あなたは気づいてないかもしれない。じゃあ、20万で。20万ね。了解した。だって、プロゴルファーですよね。うん。金ならいくらでもあるから。貯金はいくらあるんですか？2系だよ。2系。あ、マイさん、結構目悪いっすね。うん、めちゃくちゃ悪い。何も見えないもん。ミジンコかなと思ったし。あれ、グンさんっていうのは、名字ですか？そういえば。いや、名前です。あ、下の名前、名字だってこと？下の名前。あ、名字って言ってませんでしたっけ？はい、聞いてないです。リグリースです。よっしゃー。聞こえました？リグリース。あ、リグリーズです。リグリーズ。リグリ、リグリーズ、グンってこと？言っちゃいます。はい。リグリーズ、D。D、D ですか？リグリーズ D 軍です。あー、ってことは継いでんだ、 D の意思。あ、そうですね、親が、うん、あのバチカン市国出身で、はいはいはい、で、D の意思継いでたんで、うん、ご兄弟とかいるんですか？あ、兄が15人あ、軍さんのお兄弟とは、いますか？え、軍さんのお兄弟。あ、います、います。お兄ちゃん。当ててください、当ててください。妹が四つ子で、その2ペアペア、うん、だ8人、妹。惜しいです。9人。弟が八つ子です。そっちか、そっちか。うん、寒いね、この部屋ね。寒いですよね、うん、暖房ついてんのかな。暖房なんかないですよね、この家、うん。いいですね。ねえ、いいですね。一日経ってどうですか？まあなんかすごいこう刺激になる生活ができそうだなって思います。そうですね。うん。でも大変だな。しかも岩さんはもう入居してすぐ髪型変えたね。ああ、そう。そうだね。やっぱりその環境の変化とともに自分を変えていこうかなと思って。だいぶきっしょいよ。いや正直だね、うん、若い子がいっぱいいるじゃん、うん、テラサウスだからちょっと、うん、自分も見た目からこう若くしていこうかなと。でも57でしょ。57でもうその時点で浮いてんだわえ、そうかな。一、うん、人だけもうズバ抜けて浮いてんだわ。あ、そうかなあの髪型合わせたところでもうあのオーラ、匂い、すべて女性陣も気まずいよ。だって4歳と15歳でしょ気まずっまあでもただいるだけなんだったら、うん、あのもう空気感とか壊さないでもらいたい。あと部屋も汚さないでほしいし、もうフル入る時間もう全てあのちゃんときちんと毎日同じ時間に入ってもらって、であの俺らがあの夜楽しんでる時も一人であのこっそりもう寝てほしい早くいやそこは楽しみたいよ僕も。そんなルニール君どう、どうあの二人をね。まあ言ってしまう、俺らライバルだからさ。まあ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 ね、まあまあね、うん、結構あれだね、うん、これいるな、これいるな。しんちゃんはどうだろう。まあまあ初日だからね。まあ二の次とはいえ、まあ、ちょっと気になる子はいるんじゃない。
ファーストインパクトよ。ああ、うん、やっぱりでも、マイヤン。あ、マイヤン。あ、マイヤンね。マイヤンいいか。あのインパクトはすごいよね。でも俺はどっちかっていうと、グンさんかな。あ、グンさんの方か。まあ、年も。こっちだとさ、うん、ガタイ以降持ってんだよ。うん、うん。あの子、肩幅がもう冷蔵庫みたいじゃん。で、なんかそこはすごいいいかなと思ったんだけど、まだ、なんかそこまで一緒にいる時間が長くないから、中身が、ね。ああ、そうだね。まあ見た目で言ったら、グンさんの方がトップ、うん。そう、そういう感じかな。レイ君、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 大丈夫そういうことしていいの、レイ君。なんかビートボックスやりたいって言ってる。あ、ビートボックス聞きたいね。聞きたいね、うん、ビートボックス。昨日も聞いたけど。うん、レイ君の。いや、いい？いいよ。うるせえよ、この野郎レイ君、声大丈夫？うるせえよ、この野郎すごいねー。やっぱすごいわ。ビートボックス、すごいね。ビートボックスすごい。すごいよ。声に出してて、ね、なんかもう、うん、ね、日本語に聞こえるかのような。ねえ。ビートボックス。すごいよ。何をしてるの？よくできたなーって。あ、いい子、いい子してるのね。かわいそうだけど。